何の用だ。パトリシア・ビーゲルバッドに話がある。町のゴロツキの分際でか。彼女の命が危ない。中に入れないと後悔することになるぞ。お前を入れて、もしそれが嘘だったら俺はケツを蹴り飛ばされて失業だ。守衛が守るのは自分のケツだったとは驚きだな。まあいい、ビーゲルバッド様に会わせてやる。おかしな真似はするなよ。ああゲラルト、来てくれて嬉しい。嬉しい要件じゃない、母上の命が危ない。危ない？まさか。今朝母を見た。悲しげだったけど健康そのものよ。連続殺人鬼の次の目標は母上の可能性が高い。まあそうだとしても主演が奴の殺し方はとても残虐だ。犠牲者を苦しめ心臓を切り取る。様子を確かめよう、念のためだ。とても信じがたい話だわ。でも真剣に言っているようね。どうぞこちらへ。日はベルテインにぴったりだが今はその季節じゃない。母が悲しそうに見えたと言ったでしょ。母は今信仰の危機に瀕しているの。それも深刻なね。二人でノビグラドへ行ったの。広場での火あぶりを見た母は帰り道で一言も発しなかった。聖典やら聖遺物やらを全て焼いてしまったの。それから部屋に閉じこもったまま。急がなくては。どう？静かで穏やかよ。問題なさそうだわ。中に入ろう、確認したい。しつこい人ね。分かったわ。待ってて、母はお客様を迎える気分じゃないの。未形を矢で撃ち抜くぞ。待て、人違いだ。その手は食わん。奥様のところへ連れて行く。逃げられたな。連れて行け、お前は英雄だよ。イングリッド様、捕らえました。若干手こずりましたが。怪我をする前に武器を下ろしなさい。この男性は無実よ。お許しを。走っていたので逃走中の犯人だと。奴を追っていたんだ。邪魔されなければ捕まえていた。
下がりなさい、すぐに。お母様、なぜ母がこんな目に、なぜ。商売女や物乞いに飽きてきたんだろう。上流階級の死に様を見たかったのかもな。イングリッド、辛いだろうが、犯人はいつも死体に次の標的を示すメモを残す。見てもいいか。結構よ。でも一人でしてちょうだい。こんな状態の母を見たくない。あんな姿を記憶に残したくない。それから母を最後の犠牲者にして、お願い。打撲傷に割れた爪、自分の身を守ろうとしたんだな。それで犯人は時間がかかり捕まりかけた。あったぞ、クリプルド・ケイトのスイートネッティ。大胆だな、名前に加えて場所まで。今度は逃がさんぞ。前の被害者と同じ傷だ。調べても時間の無駄だろう。すぐにまたホルモアルデヒドに行かなきゃ。スイートネッティはどこだ。上の階だ。だがとても大事な客と一緒だ。邪魔をするな。女の子をもう一人連れて。あっ、夜中の殺人は魔女の仕事。お金で買えないものはない。もちろんよ、私もね。なんて笑顔だ。聞く者などいないぞ、一人たりともな。お前の声が街中に響くことになる。またしても邪魔をするか。邪魔されるのは大嫌いなのだが。スイートネッティと遊ぶ予定だったがしょうがない。まずはお前だ。前儀はなしか。ホルモアルデヒドがなくて大丈夫か。何のことだ。お前はファビアン・マイヤーを殺した。パトリシア・ビーゲルバッドも他の大勢も。でたらめだ。勘違いだぞ、クズめ。パトリシアの遺体に残されたメモがクリプルド・ケイトとスイートネッティに導いた。お前以外に誰がいる。知らん。だが冷静に話をする必要がありそうだ。ここにいることを知る者は。こういう外出を言いふらしたりはしなくてね。一人を除いてだが、あいつはありえない。死体ですら丁重に扱う男だ。検視官か。お前は忙しくて安置所には来ないと言っていた。追わなくては。この時間帯は港の12号倉庫で備品を調達してる。ホルムアルデヒドをな。私はここに残る。スイートネッティとやることがあるからな。何しろ前金で払ったから。その女を解放し、机に金を置き、ここを去れ。そして二度と戻ってくるな。ああ、そうする。いい子だ。ホルムアルデヒドが切れたか。お前を見くびっていたようだ。危うく衛兵に捕まりかけ、今度はナサニエルについての偽情報も見破るとは。
だが、すべてを予見してはいないな。もしそうなら、お前はすでに銀の剣を抜いているはずだ。貴様、何者だ？吸血鬼、無論上級のな。お前に殺人と拷問をする理由があったのか？それもお見通しかと思ったがな。残した印の意味は明白だろう。炎から目を背ける者の目に炭を、冷たい心の持ち主には人影の卵を、そして悪しき言葉を発する喉には。わからないのはなぜ吸血鬼が永遠の炎の名のもとに殺人を犯すかだ。決まっている。教団の教義と見解が一致するからだ。ノビグラドは堕落した町であり、住民は良識と倫理という概念を忘れ去っている。だから思い出させることにした。必ず奴らの注意を引く方法でな。大祭司広場に演説台を設置して説教することもできた。面白い。まさにそうしたのさ。だが誰も聞く耳を持たなかった。笑われ石を投げられたよ。被害者のことを考えてみろ。すべての持ち金を商売女に費やした木彫り職人、信仰の象徴を冒涜した伯爵夫人、神を軽視し愚弄の対象としか考えなかった女吟遊詩人、彼らに生きる資格はない。だがその死は他者への教訓となる。人々の目を覚まし、恐れによって正しい道へと導く炎、浄化、そして救済へ。お前には手遅れのようだな。信仰心が薄い。ひしひしと伝わってくる。ほう。だが剣の腕はなかなかだぞ。なかなかでは足りんかもしれんぞ。目の反応が素晴らしい。どうだ？順調だ。だろ？ええ。
俺の頼みを成し遂げてくれたか。ああ、ウィッチャー流でな。礼を言おう。俺とプリシラからだ。礼には及ばん。友として当然のことだ。声が戻ったのか。本当によかった。だろう。グラッツ教授によればトロールよりも回復が早いそうだ。あまり良い褒め言葉じゃないが励みになる。いつかまた歌える日も来る。当面は二人組で演奏する。彼女がリュートを弾き俺が歌う。ダンディリオンとカロネッタ、語呂がいいだろう。頑張れよダンディリオン。舞台の上でも下でもな。なんだゲラルト。殺人犯を見つけて始末した。フーベルトだ。お前が正しかった。上級吸血鬼だった。ノビグラドで驚くことなどないと思っていたが、誤解だったようだな。重大な誤解だ。感謝するゲラルト。お前がいなければ殺人は止まらなかっただろう。フーベルトが話してくれた。あんたの過去を詳しくな。謎かけはいい。はっきり言ってくれ。大学の暴動で死人が出たのは本当か？お前の大義のために。若くて愚かだった。より良い未来はどんな代償にも値すると思った。何人かを犠牲にしてでも。だがそれは過去の罪だ。すでに償った。オクセンフルト学院の軍医を一人知ってる。シャニという名だ。知ってるか？短い赤髪にシミ一つない肌。そしてどうしようもない理想主義者だ。知ってるよ。1年間私の助手だった。彼女の居場所を知ってるか？きっとどこかの前線で兵士の手当てでもしてるだろう。私は無意味だと教えたんだがね。前線では100人の命を救っている間に別の1000人が命を落とすだけだ。だが使命感を持った医師には何を言っても無駄だ。なぜオクセンフルトの大学が閉鎖されたんだ？ラドビットの都合だ。いきさつを知らないのか？学長は彼に名誉博士号を授与したいと望んだ。教授陣は反対したが、ラドビッドは授与式に現れた。ガウンをまとい、学位を受け取って、それから学部長や学事評議会の全員を投獄したんだ。彼らが騒ぎを起こさないようにな。私はそれ以来、ビル・メリウス病院にいる。だがそれでよかったのかもな。メスを手にしている私は、講義に立っている時よりよほど有能だ。じゃあな。ゲラルト？ごめんね、ごめんね、ゲラルト。うん、まだ喉が。もう話すな。すぐ良くなる。ゲラルト？